にちは、ゆるさまの3分プランク始めたいと思います。スイッチオン。よいしょ。いよ。さてさてさて、ちょっと最近ね、自分の昔話をしてるなと思ったんですけれども、ここでまた一つ、昔話をしたいと思います。まあ、いろんなところで話したことあるんですけど、まあ、ここでも、ね、話させていただこうかなと思います。ゆるさまの初恋の話、イエイエイまあね、甘酸っぱい話があるんですよ。初恋、皆さんいつぐらいでしたかねっていう話なんですけど、僕ちょっと、早めだったんですけれども、幼稚園の時に初恋をしたんですね。今でも覚えてるんですよ、その子を好きになった理由を。なぜやんちゃで元気で活発な子だったので、なんですかね、まあ僕覚えてるのが、松の葉尖ったチクチクするやつ、あれでツン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 って僕された記憶があるんですよ。で、痛い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 、やめてよやめてよっつって、まあこれ軽くいじめられてるのかもしれないですけど、なんかわかんないですけど、なんでこの子こんなことするんやろ、でもめっちゃ好きって思ったっていうねなんかよくわかんないですけど、なんかそれで好きになったっていう、のがあるんですけれども、ちなみにリエちゃんっていうんですけども、これ僕歌にもしてるんですよ。初恋の人っていう曲を作ってて、抱っこでもやってるんですけど、これ宣伝になりますけれども、僕夏に自分のファーストソロアルバムを出すときと、この初恋の人っていうのはもう一回撮り直して入れようと自分の中で決めてるんで、ぜひとそんな僕のこの初恋の話と合わせて聞いてもらえるといいかなと思うんですけれども、まあ、なんせね、元気でやんちゃな子だったんで、これその歌にもしてるんですけれども、クラスで演劇会があるじゃないですか。その時に、その彼女が、まあ、意地悪ばあさんの役を押し付けられたんですね。まあ、なんせ元気なんで、みんなが、お前がぴったりやろ、みたいな感じで、まあ、本人も自覚があったのか、まあ、しぶしぶそれを引き受けて、なんとも悲しそうな笑顔をしてたな、っていうのがあって、なんかわかんないですけど、僕、やっぱ彼女のこと好きだったんで、じゃあ僕も悪い役やりたいです、つって自分で立候補して、まあ、僕もね、演劇の中の悪い役をやらせてもらったっていう、まあ、そんなね、いじらしい話があるんですけれども、まあ、で、以上、いよいよお別れの時は来るわけです。卒園式、お互い小学校が別々だったんで、まあ、そこでもうお別れすることになっちゃうんですね。まあ、こればっかりはもう仕方ないですよね。自分の力で引っ越しなんかできるわけもなく、まあ、なんで小学校はバラバラになり、当然中学校も別です。高校も、まあ、同じ高校に通うわけもなくってなったんですけれども、まあ、住んでる地域は同じ姫路市だったんで、なんと、ですね、成人式で再会を果たすんですよ。もう僕一目見て分かりましたね。ああ、めっちゃ綺麗になってるやんと思って、まあ、わーっと喋りに行って、分かるって、俺、たけしやで、つって、向こうも分かってるんですよ。ああ、めっちゃ久しぶり、つって、幼稚園以来やな、って、その時、まあ言ったわけですよ。いや、俺、ほんま、あの時言えなかったけどさ、俺、自分、初恋の人やってんで、つったんですよ。すると、その相手の女の子が言いました。私もやで、キャーって。甘酸っぱい話でした。ありがとうございました。